はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強装備に作り替えようと思います。一応全クリしたんですよね。全クリして、それまでに取ったレシピで最強装備を作りたいと思います。多分これ以上のやつはないんじゃないかな。探しきれなかっただけかもしれないんですけども、まあとりあえず今持ってるレシピで作っていきます。それではまずは武器ですけども、武器は多分これが最強じゃないですか。レベル85の武器が多分だけども最強だと思う。これ以上のレベルの武器っていうのがね、見当たらなかったんですよ。他の武器でもそう、体験でも85が最強だし、ブーメランとかも85なんだよね。多分85が今回の最大値だと思います。で、一応85装備っていうのは、まあ、武器は作ってますので、あと防具なんですよね。で、防具もね、なかなか集めきれないんだよな。大盾はありました、85。でも普通の盾は、ないんだよね。で、兜は80。75とかもあるけども、防具は80のやつが結構ありますよね。なので、防具80の武器85。それが最大だと思います。とりあえず作っていきましょう。大盾からアンルシアが装備できるもんね。青い宝石が10個か。青い宝石って入手困難なんだよね。精霊石もか。まあ、一つだけ作っときましょう。ヒューザーは装備しないしね。まずは、盾ね。次は、頭を作りましょうか。重装備はアンルシアだけでいいか。とりあえずアンルシアの装備を全部揃えましょう。このヘルムでいきます。ヘルム完成。あと、鎧と、鎧下か。鎧、危な。鏡石だ。鏡石は入手困難なんだよね。20個。めちゃくちゃ使うじゃん。あ、でも一つは作れる。鎧も大成功ですね。あと、下は何だろう。重要なアイテムがあったら嫌だな。鎧下にも重要なアイテムがあった。シャークスキン。これも、釣りコインで交換しかないよね。俺まだ釣りレベル1なんだよね。これマックスまで上げるのきついな。釣りレベルはちょっと厳しい。まあ、とりあえず、一つでいいので、作りましょう。鎧の下も完成です。あらかた完成しました。結構重要なアイテムが必要だったんだけども、ナルビアの街で売ってるんですよね。重要なやつっていうのが。まあこれ以外にも取らなきゃいけないやつはあったんだけども、まあこれが買えるようになったので、だいぶマシでした。では、装備をしてみましょうか。一応アンルシアだけは最強装備ができそうです。天命の剣これ最強でしょ?で、これがこれ。で、ゼレスタイトの盾。で、頭を、これだね。どれぐらい強くなる?相当強くなると思う。守備力が630。うわ、これ、群を抜いてるね。他のキャラクターと比べても倍ぐらいの防御力になりましたね。で、アクセサリーも、中性の超過。いや、違うな。多分、アクセルギアとかつけたがいいんじゃないの?たまに最高度 6% で、合成で 11% ぐらいまで持っていけるんですよね。なので、最高度 11% を2つつけるとか、そういうやつの方がいいんじゃないかな。この貯めるやつとかね。そういうやつを攻撃力よりも重視していった方がいいのかもしれない。ちょっとアクセサリーは
ちょっと今後考えていくところですね。とりあえず武器と防具、これは最強になったと思います。他のやつも装備してみようか。ハルジオン、これ85の扇ですね。んーで、これだわ。攻撃力どれぐらい上がる？あ、なるほど。プラス3にすると攻撃力が4ですね。うんうん。素晴らしい素晴らしい。で、たまにバイキルトが 15% 続いてます。で、こっちも同じく、バイキルトが、あ、これ 10% か。で、攻撃力はこっちは6上がりますね。はい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 。もう脳筋装備は間違いなく、これだね。あ、見た目もすごくいい。見た目も素晴らしい。攻撃力プラス4。うん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 。どんぐらいだった？守備力は、まあ全然アルシアの方が上なんだけども、攻撃力は、かなり高めだね。うん。これバトルマスターじゃなくて踊り子なんですけども、これぐらいの攻撃力は出せます。いいね。ヒューザーはこんな感じになりました。天命の剣2つに、極銃を装備して、攻撃力が808。うん、いいんじゃない？で、ダストンは、ヴァイパーを装備しました。で、武器が、天使の相馬が足りない。天使の相馬もあれ、入手困難なんだよな。まあ、こんな感じです。で、ラグアスが、まあ、全部精霊王にしたいんだけども、精霊王もちょっと作るのにアイテムが必要で難しい。まあ、武器はラクリマータクト。最強のやつですね。回復魔力は859。うん、素晴らしいんじゃない？で、フーラがこんな感じです。同じく精霊王を2つとも装備したかったんだけども、素材がなかったので、とりあえずこれで我慢。攻撃魔力は1000を超えました。で、マイユが、こんな感じだね。一応素手でいるんだけども、あとあとはコンにした方がいいんだろうね。でも、コンも何か重要なアイテムが必要だった。はい、ということで今日は全クリをしましたので、最強装備に作り替えてつけてみました。一応ですね、主人公とヒューザーでアンルシアは最強になったかな。うん、あ、マイユもか。うん、あと残りのやつらがちょっと素材が足りてなくって作りきれてないんですけども、まあアンルシア最強にすると守備力がとんでもなく上がります。うん。これバトルマスターにすると攻撃力900とか超えるんじゃないかな。うん。多分やばいぐらいになりそうです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。